東京キャンピングカーショー会場の一角で鮮やかなイエローのボディに人だかりができていた。ホンダ NVAN をベースにした軽キャンパー NVAN サークル H だ。キャンピングカービルダーのホワイトハウスと ホンダの純正用品を開発、生産及び販売する。ホンダアクセスが共同企画したもので、ホンダアクセスが運営するショッピングモール、サークル H、サークル H が各アイテムを販売する。売れ行き校長のホンダ、N シリーズ初の商用車 MVAN は、助手席側のセンターピラーを配したドアインピラー構造や助手席シートにも、 ライブダウン機構を採用してフラットな過失を実現するなどしたトールワゴン。この7月に発売されたばかりだが、ホンダアクセスはホンダ直径とあって、新車開発と同時進行でアイテムを開発することができた。テーマは、大人の秘密基地。 お気に入りのものを隠したり、大切な友達を招き入れたり、自由気ままに過ごす、夢の空間をアピールしている。エアマットやスライド式収納ボックスアウトドアテーブルセット、プライバシーテントサイドオーニング取り付けを、テールゲートタープなど、いずれも NVAN に合わせて作った、専用設計だから、使いやすさは折り紙付きだ。 開口部の広い過失やフルフラットになるシートアレンジなどを存分に活かしました。4ナンバーの軽自動車だから維持費が安いので、そのいた分を趣味に活用し、荷物をいっぱい積んで出かけてほしいですね。そうアピールするのは、ホンダアクセスの営業部、深沢大樹さん。 それぞれのアイテムはバラ売りだから必要なものだけでも購入できる。今年の鈴鹿8体イコールコカ・コーラ鈴鹿8時間耐久ロードレースを制するのは誰になるのか ?7 月25日からに。